どうも、ブヒケンとクーちゃんです。今日は金曜日だね、クーチ。気に入ろうと、今日も作業をやっていくんですが、ちょっと遅くなっちゃいましたね。ちょっとね、次に入ってくる予定のお車ちゃんのオーナーさんが今遊び来てくれてまして、差し入れでおタバコちゃんとコーヒーをいただいちゃいました。ありがとうございます。まあ、今ちょっと次のお車ちゃんのお話とかもいろいろしててね、会話がちょっと盛り上がってしまいまして、こんな時間になってしまいました。それでは頑張っていきましょうか。最後のフューエルのホースをつなぐためにクランプがなかったんですが、さっきちょっと手に入れてきたので買い占めてやったぜ。すぐなくなっちゃうもんな、この一番小さいやつとこの2番目のやつがすぐなくなるよね。まあそんな感じでちょっとつなげてっちゃいます。はい、つながりました。それでは、ちょっと待って、何箇所かちょっと止めていきたいので止めてきますね。下潜って、腰が、いやー変な格好でやったから腰が、まよし、はい、配管止めました。ちょっと見えないですよね、ここの裏に隠れてるんで、ここの裏にね、ここでちょっと結んで2箇所か、ここに固定しました。ちょうど穴が開いてたので。だけどここもしかしたらサイドステップがつくんですけど、その時に使うかもしれないけど、まあ使っても大丈夫だね。幅がこうあるので、そこに配管が乗っかってるので、まあランニングボードもまだ届いてないのでね、それが届いてつけてみて、この穴も使うってなったらね、まあいくらでも移動はできるので、今んとこちょっとここで止めておきますね。映んねえよな、カメラこうやってってで、戻りの配管をこっち側から出してる。こっち向こうはちょっとね、本当はこっち行きたくなかったんだよな、マフラーの上だから。まあ距離はこれぐらい空いてれば、大丈夫だと思うけど。そうなんですよね、マフラーのこっち側はこのバッテリーを逃がすために一回ここからちょっと中入れてるんですよ。でなおかつ、いろんな、まあ、動画にね、過去の動画に載っけたけど、これ作ってる時の、なおかつここにもマフラーが干渉してしまうので、ここだけ変換またさせて、で外へ出してって作ってるんですよね。バッテリーをどっか移動しちゃうんであるならば、これさら取っちゃって普通に反対側みたいに引けたんだけど、なかなかそういうね、苦労がちょっといろいろありましてね苦労したなぁ。でもここまで来たねちょっと起き上がろう。あー腰が痛い。そう、あとちょっと気になってるんですけど、もし動画見てる方で3100乗ってて分かる方がいたら教えてもらいたいんですけど、シートに、ちょっと待って、引っ掛けちゃったから取れないか、取れた。こういうバネが反対が向こう方にこうくっついてるんですよ、あのシートの戻りのためだと思うんだけど。でそのバネが両方ついてんのか向こうだけなのか、知ってる人いたらちょっと書き込みで教えていただけませんかね。僕も結構調べたんですけど、パーツリストとかに載ってるんですけどね、図面みたいのがこう書いてあって、でもそれにはね、向こう方片方しか載ってないんですよね。両方もしあるんだったら両方載ってると思うんですけど、まあ、これ師匠のところにちょっとお願いしてるんですけど、僕じゃどうしようもなかったので、まあ、師匠の方もパーツリストには片側しかねえけど本当に両方あんのっていうような話もねされて、
でもしかしたら純正は無効型だけなんじゃないのかなって今ちょっと思い始めてるんですよ。うん、もし無効型だけだったらわざわざこっちつける必要ないと思うんで、もうこのままシートつけれちゃうんだけど、その辺がちょっとねまだ定かじゃないもんで、まあ明日ちょっと蓋つけたりしますけどね。くーちゃん、それだもんで、もし知ってる方いたら教えてもらえませんかね。シボレーの3100のこのシートのスプリング、それが純正では無効だけなのか、それとも両方ついてるのか、もし知ってる人いたらなんか書き込みで教えていただけるとありがたいっす。はい、よろしくお願いします。でもね、これで全部がつながったので、もう一度作り変えたところ、すべての緩みを見て一番後ろまでちょっと追っかけていきますね。やっていきます。今ね、ちょっと切れっぱし、バキュームホース足んなかったじゃないですか。いや、注文してあるんですけど、もうちょっと長い切れっぱしを今見つけたんで、つなげてみたんだけど、数センチ足りない感じだな。なるべくね、こういう風にはしたくないもんで、こっちへ回してあげたいんだけど、やっぱ足りなかったか。よし。まあ、最初にね、ちょっとここはまだつなげないで、蓋して、キーオンにして、ここの念圧計をここで調整できるので、ここで、この60ぐらいのとこを調整して、そしたら最後につなげるんですけど、ちょっとやっぱ長さが足らん。ちょっと待って。微妙に足んなかった。これも。しかも抜けねえよ。よし、抜けた。こっちは回せねえもんな。まあちょっとね、到着を待ちましょう。そのうち届くでしょう。では、こっち側から全部締めていきますね。まずはこの、ここから変えたので、ここからいきます。はい、一応全部見てきました。大丈夫。それではですね、キーオンにして燃料がこう来た時に、ここの値が58から60に持っていくんですけど、その調整は、ここにバキュームのあれがあるんですけど、ここにネジがあって、これで調整するみたいですね。で、一回通電してみてどのぐらい来るか、ここ、どのぐらい来てるか、今この何も触ってない状態でね。うん。で、もしかしたら、もうそういう風に設定、設定っていうかもうそういう風になって届いてるかもしれない。ので、その辺が見極めがちょっとあれですね。で、エンジンがかかってなくて通電した状態で、だけでここに来る数字と、じゃあ本当にかかった時の数値がやっぱちょっと違うと思うんですよね。一緒なのかな？前回いろいろやってる時に違ったりして、まあ動画載っけてないか。うん。エンジンかかって、まあ、こっちでガスがね、こうやって燃え始めると、ここの燃圧がちょうど良くなったりとかもしてたので、その辺は、まあ、また最後にね、師匠に調整を取ってもらうので、その時に、まあ、いくらでも直せると思うので、うん。大丈夫だとは思うけどね。一応近いぐらいまで、通電して、に行ってるかどうか、ちょっとそれを見てみようかなっていう感じですね。はい。